今回紹介するのは「成功は気にしない人だけが手に入れる」という本です幸せを感じる不転を下げられる素晴らしい一冊この本はとても中身の濃い一冊だと感じた具体的にはどうして俺の私の言い分を分かってくれないんだどうしてこんなに頑張っているのに俺は。 私は報われないんだと無意識に考えてしまうことへの解決策を提供してくれる本だと思う。特に他人のことは誰も変えることができない。変えるべきは自分なのだという言葉が胸に響いた。しかし何点か理解に苦しむ点もある。それは副業としてやりたいことをやってみようという内容の部分だ。確かにこの本の内容から、 まずは自分の心を満たすことが大切であることは理解できた。またそうならなければならないことも理解した。しかしいわゆる昼食についている方が副業を始めることはリストラの危険性がはらみどうしても難しいのではないかと感じた。とはいえこの本を読んだことで仕事私は都内で働いているサラリーマンにおける取り組み方やストレス発散法。 プライベートでの過ごし方などの認識を改めることができたそしてより快適な生活を手に入れることができそうだと認識させてくれたまた信長氏の前長であるシャンパンタワー交渉術いい女はド M が9割 選ばれる技術に書かれていることをより深く理解することができたと感じているぜひともたくさんの方にこの本を読んでいただきたいと「考えほし5」をつけさせていただいた以上、興味のある方は実際の商品を a m をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします